トガの初馬は、五箇山地方の一つである、富山県南都市トガの上村地区で1月上旬の土曜、日曜日の2日間にわたり、子どもたちが各地区の家庭を回り、林歌に合わせて舞い、五穀法上や、家内安全を祈願する、江戸時代後期の文化年間より、約200年続く、正月行事である、国の選択無形民族文化財に選択されている。古くは、 大変雪深いことで知られる、五ヶ山の旧戸賀村の上村、下村、岩淵の山地区で、毎年1月15日に、五穀法上や、家内安全、また養蚕が盛んだったこともあり、養蚕の進行を祈願し、行われていたもので、もともとは、旧暦の2月最初の馬の日に行われていたものが、現在の日程に変更となっていったものと、考えられている。現在は過疎による、 少子化により1999年より、上村地区のみで行われているが、伝統は守り貫かれている。1982年12月21日に、都賀のは通馬行事として、国の選択無形民族文化財に選択されている。また2004年7月16日に、富山県の無形民族文化財に指定された。なお小学生の児童たちだけで行われる行事で、 文化財に選択されているものは全国的にも大変珍しいものと言える。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。松馬行事の世話役は松馬には最低5人の子供たちが必要だが前述の通り、過疎による少子化でた地区の児童をスケ人トとして仮受け行われているのが現状で、2013年には5人の小学生で行われた。 しかし同年春に3人が卒業し、新入生は来年春までいないため翌年の行事は休止せざるを得ないと発表し、存続の危機を迎えている。その後2014年の初馬は、中学校に進学した生徒2人を加え行うこととなったが、今後も小学校入学児童が少ないため、1人に役や高校生の参加、太鼓演奏の録音音源の使用などを検討し、 存続の道を探ることとなった。地区の代表はいずれにしても苦渋の選択だが一度でも辞めると復活させるのは難しいとしている。また文化庁は選択肢がない現状では地域の実情や時代に合わせた運用で存続の道を探ってほしいとして柔軟な運用を認めている。行事には小学1年生から6年生の男女児童全員が参加し、勘主、馬、 太鼓、歌うたい、氷転がしの役割に分かれた子供たちが、順に並び、それぞれの地区のすべての家の中に、長靴のまま上がり込む。まず、か主ぬしの衣装を着た子供が、かいの神様の絵が描かれた札を、家の大黒柱に立てかけのりとを唱える。次に、か主ぬしと、入れ替わり馬役の二人が獅子舞のような藁の尻尾が、ついた幕に入り、一人が藁でできた馬の頭一人が、 尻尾を持ち前に出て、太鼓に合わせ、乗り込んだ乗り込んだ、お馬が乗り込んだ、という歌歌いと勘主の林歌に合わせ頭と尻尾を振りながら舞う。その後、俵転がしと言われる中に、もみ殻を一頭両詰めた俵に縄をつけたものを、唱えごとをしながら、重そうに引く所作を行い、火の用心や福の神と書かれた守り札を巻く。終了後家の人が、お礼にお菓子や、お餅、みかん、 修儀袋などを渡すと次の家に向かう。ありがとうございます。